これですね。はい、今日はですね、この前にあるこの分厚い、これもも肉なんですけど、これで、ローストビーフ丼を作っていこうかと思います。で、僕がやってきたローストビーフって、オーブンとかでやるんじゃなくて真空調理って言って、湯煎で、ローストビーフを作ります。この湯煎のやり方って非常に温度管理だけちゃんとやれば本当簡単にローストビーフができるんで、ぜひ家でもキャンプでも
やっていただきたいと思います。それでは作っていきましょう。まずはこいつに塩コショウして焼き目をつけます。じゃあ塩コショウの方していきますね。塩コショウは全面にやっていきます。もう焼いた時に塩が落ちちゃうので結構強めにやって、こういう感じでもんじゃって大丈夫ですね。じゃあお肉の方に焼き目をつけていきます。これ焼き目つけるだけなんで、あのフライパンは強火でガンガン熱々にしておいてください。じゃあいきます。油は引かなくても大丈夫だと思います。フライパンが熱々であれば。でもこれぐらい焼き目をつける感じで焼いていきます。ほんと表面だけ焼いて、周りを固めて中に旨味成分をこう抑え込む意味合いで焼き目をつけるんで、しっかり焼き目を全面つけましょう。感じで肉を立てて焼き目をつけてください。押し立った。よいしょ。まあ、全面これぐらい焼き目がつけば大丈夫ですね。焼き上がったらこういう感じで麺機に移してちょっとねお肉を休ませます。はい、そしたらこの肉を休ませてる間にいろいろ用意します。このレタス、このレタスはちょっとご飯の上に乗せて食感とレタスの味を加えようかなと思ってるんで、こいつをボイルします。普通の塩ボイルですね。玉ねぎはローストビーフを真空調理するときにタレを入れるんですけど、そのタレの中にちょっと、これの半分ぐらいかな入れてあげると、玉ねぎで肉を柔らかくする作用があるんで、それで肉を柔らかくすると。で半分はみじん切りにして丼の上に乗せてちょっとアクセントにします。あと合わせ地ですね。それを作っていきます。合わせ地はすぐできちゃうんで、じゃあまずはこの玉ねぎ、切っていきましょう。玉ねぎは頭を落として皮むいて、でみじん切りの方はこの芯残したまんまにします。でこのソースに入れる方はよいしょ、こんな感じで軸取って、もうこれは適当で大丈夫です。大きさも適当で大丈夫、これぐらいの感じで。はい、でこっちをみじん切りにしていきます。まあ、みじん切りもアクセントなんで、そんなに大量にはいらないかなっていう感じですね。うん、オピネルで打ち物はやりづらいですね、この形が。これぐらいで本当に大丈夫ですね。ただこんな感じでもうこれ置いときます。ちょっと大きいところは、ちょっとこのままだと多分辛いと思うんで水につけときましょう。これでしばらく 使う前まで水につけとけば辛みなくなると思うんで、このままつけときます。で後でねリードとかにこして絞れば大丈夫なんで、はい。ちょっとレタス用のお湯を沸かします。これで沸いたらレタスをボイルします。でこの中には塩が入ってます。このお湯に対してひとつまみとか2つまみぐらいですね。浸透圧の関係でレタスの旨味が外に逃げないように塩を入れます。あとねご飯を炊く準備をしていきます。時間かかるのからやってないといけないんで、ね、でこれで火をかけていきます。はい、じゃあお湯が沸いたらレタスを入れていきます。
レタスは本当すぐに火が入るんで、まあ、あっという間に入ると思います。でここに今日はちょっと持ってなくて入れてないんですけど、サラダ油を入れるとレタスの色がすごいしっかり出てツヤも出るんで、めちゃくちゃ綺麗な感じになります。サラダ油があるときはぜひね、サラダ油を入れてみてください。本当にツヤが良くていい色になるんで、はい、もうこんな感じですね。さっと茹でれば OK です。でこれ茹で時間が短すぎるとレタスは黒くなっちゃうんで、火はしっかり入れるようにしてください。まあ、こんな感じで、ね、半透明になれば火は入ってるん でこれ以上いっちゃうと今度食感がなくなっちゃうんで、食感を残しつつ火をしっかり入れると。はい、次なんですけど、ローストビーフを真空調理する時の合わせ地を作っていきます。まずこちらみりんですね。みりんを1とちょっと、ちょっとには後で理由言いますね。で次酒ですね。酒を1とちょっと、これで一旦沸かします。でなんで沸かすかというと、みりんと酒にはアルコールが入っているので、それを一回飛ばすために一回沸かしてアルコールを飛ばします。もう飛ばし方は簡単で、このまま沸かせば勝手に火がボワって出るんで、割とすぐ火が出てきます。酒は水より沸点が低いんで、すぐこんな感じで沸いてきますね。もうできるかな。あ、見えますかね。これですね。こんな感じで沸かすと火が出るんで、この火が消えるまで置いとけばアルコールが飛ぶっていうことになるんで、しばらくこのまま置いておきます。でバーって沸いてきそうになっちゃったら弱火にしてあげてください。強火にする、強火のままだとね、水分だけどんどん抜けていっちゃうんで、アルコールだけ飛ばせばいいんで、沸いてきたら弱火にしてこの状態を保つと。じゃあここからちょっと早回し。はい、こんな感じで火が消えたらもう OK なんで火を止めます。でさっきの1対ちょっとって言ったちょっとなんですけど、酒とみりんはだいたいアルコールを飛ばすと2割ぐらいかさが減るんですよ。なので、その減る分の2割ぐらいを足したっていう感じですね。はい、で本来だったら、酒とみりんを別々に煮切ったやつを1っていう風に測った方がいいんですけど、まあそこまでね細かくやんなくても自分たちで食べる分ですしいいかなと思って、今回合わせてやっちゃってます。ここにこの醤油を、4入れます。でさっきこのお玉で半分で1だったんで、これで2杯ですね。おっと元気。これで醤油が4、酒が1、みりんが1っていう風な割合になってます。でこれで、ローストビーフの合わせ地の完成です。はい、そしたらですね、ローストビーフをこのジップロックに、さっき玉ねぎ入れたやつですね、ジップロックに入れて、この合わせ地、さっき作った合わせ地を入れて、湯煎にかけていきます。もうねこれだいぶもうこう肉も粗熱が取れてるんでね、よいしょ。1個注意点なんですけど、ジップロックは熱に弱いジップロックがあったりするので、必ずそれ確か多分ね書いてあると思うんですよ。なんで100度ぐらいまで対応できるジップロックにしてください。そうしないとね湯煎かけてる時に中で破けちゃうんで、そうするとね大失敗になっちゃうんで、そこだけ気をつけてください。じゃあこの中に塩を入れていきます。まあ正直こんなに地いらないです。この半分ぐらいでもいいと思いますね。今は残してもしょうがないんで入れちゃいますけど、実際やるときはそんなに、このままこれを真空にするので地は極力少なくても大丈夫です。でこのままこの空気を抜いていきます。まあこれストローを使ってもいいですし、もしあれだったらね水にこの口のところまで水に沈めると勝手に空気がきれいに抜けていくんでね、そういうやり方でも OK です。まあこれは地が結構入ってるんで、まあこれでほぼ真空になるって感じですね。まあこういう感じで真空にして、これしっかり、ここをねしっかり止めてくださいね。
これで漏れちゃったら元も来ないんでね、しっかり止めて、でこのまま、湯煎にかけます。で湯煎なんですけど、だいたい68度ぐらいの湯煎にかけます。70度超えるとタンパク質が凝固しちゃうんで、中の肉の色もウェルダンみたいになっちゃいますし、すごい肉が硬くなっちゃうんでね、70度は超えないように68度ぐらいをキープするようにします。まあそこは温度計使ってやりましょう。はい、じゃあ今向こうでお湯沸かしてるんで温度を測ってやってみます。はい、今これでですね72度ぐらいなんで、ちょっとね温度高いんですよ。その場合は水入れちゃってください。それで大体68度ぐらいになるようにします。で今僕これ焚き火でやってますけど、焚き火だとちょっと難しい場合もあるんで、全然ガスコンロでも、まあ、自宅でやったらもっと火の調整がやりやすいんでね、もっと簡単にできると思います。下の面がねどうしても熱くなっちゃうんで、まあ、こういうのを入れたり網入れたりしてちょっと隙間を作ってあげるとムラなくいけるんで、でここにドボンと入れます。でここで、温度がちゃんと68度付近になるようにね、今これぐらいですね、ちょっと下がりすぎちゃったかな。で今日の厚さぐらいの肉だったら、まあ、20分ぐらいずっとこのままにしとけばローストビーフになるかと思います。まあ、20分で1回様子見て、足りなければプラス10分とか、触った感じで弾力っていうんですかね、で、中まで火が入っているかどうかを確認します。はい、これでね、今なんだかんだね20分でやって様子見たらもうちょっとっぽかったんで、30分合計でやりましたね。はい、でこれでもう揚げちゃいます。はい、これが30分経ったローストビーフですね。こう押した感じで中も外も同じぐらいの硬さになってるのが多分わかると思うので、まあ、それが目安ですね。だいたいどこも同じ硬さになってるかなっていうぐらいです。でこのまま、粗熱が取れるまでまた休ませます。そうするとねこの地の味がぐーっと入っていくので、ぐーっと入っていくのと、あとねさらに余熱でもうちょっとじわりとこう最後の一押しみたいな感じになるんでね、このまま粗熱を冷ましましょう。はい、じゃあこのローストビーフも粗熱が取れたので、今度はソースを作っていきます。ローストビーフ用のソースですね。でソースはこの地をね使います。この地をよいしょ、せっかく旨味が出てるんでね使わない手はないでしょうっていうことで、ね、でまあ玉ねぎはまあ入れなくていいんですけど、まあ、入っちゃったら入っちゃって全然問題ないですね。でこの中にこれだとちょっとねしょっぱいんですよ。まだやっぱり甘みが入ってなくて、しょっぱいのでこのお砂糖をね入れます。お砂糖を大さじ1杯ぐらいですかね入れます。もうちょっと照りを出したいのでみりんも追加して入れます。でみりんはまろやかにする効果もあるんでね、これでだいぶまろやかになるんじゃないかなと思います。で、詰めてる最中にで このまま火にかけてこの地を煮詰めるんですけど、まあ、詰めてる最中に味を見て、まあ、砂糖なりみりんなりを足すっていう形の方が、まあ、確実なので、そういう形でやっていきたいと思います。じゃあ、切っていきたいと思います。この瞬間が一番ドキドキしますね。めちゃめちゃいい感じでできましたね。まあ、いい色でうまくいったんじゃないですか。中もねしっかりしっとりしてます。そしたらこれを丼用にちょっと薄めにね切っていきます。もも肉なんでね油はそんなにないんで薄めの方が美味しいと思うんでね、薄めで量をたっぷりいきましょうか。
1、2、3、4、5、6、7、7枚ぐらいかな。よし、じゃこんなもんでいきたいと思います。だいぶね、うまい感じでいきましたよ、綺麗に。じゃあ、ローストビーフ丼にしていきたいと思います。ね、ふんだんに使っていきましょう。ここにタレをかけていくと。アクセントに玉ねぎをかけると。上でいいかな。これでローストビーフ丼の完成です。もう油が少ないんですけど、その分薄く切ってるんで全然硬さとかパサつきは気にならないですね。やっぱローストビーフでなんでこうしっとり上がってるんでめちゃくちゃうまいですね。レタスがいいアクセントに、食感のアクセントになってうまいっすわ。朝日休館日をいただきます。うまい。さすがにキャンプでローストビーフ作ったのは初めてだったんで、ちょっとうまくいくかドキドキしましたけど、うまくいきましたね。真空調理は本当にこう品質が安定する、ほぼ失敗がないですね。僕10年以上このローストビーフの作り方やってますけど、一回も失敗したことないんで、やっぱいいですね。まあ、焼いたローストもちゃんとしたオーブンに入れてっていうやり方もあれはあれですごく美味しいからいいんですけどね。これでも全然うまい。じゃああとはゆっくり食べさせていただきます。